沖縄チュラ海水族館沖縄チュラ海水族館は沖縄本島北西部の本部半島ビセ崎近くにある国営沖縄記念公園海洋博覧海地区の水族館。一般財団法人沖縄チュラ島財団が管理、運営している。チュラ海とは沖縄の方言で清キ清、ラ海という意味。完成当初世界最大だった大水槽。 黒潮の海を泳ぐ、ジンベイザメ、南洋マンタなどが人気で、沖縄県の著名な観光地となっている。2005年に、アメリカ合衆国のジョージア水族館が、開館されるまでは、世界最大の水族館であった。水族館の周辺には、沖ちゃん劇場など、無料で見学できる施設も整備されている。チュラウミ水族館は、沖縄で、最も人気のある、 観光名所でコロナ前は年間入館者数が300万人を超えていた。ただし、所在地は那覇から遠い上に利用可能な公共交通機関はバスのみであるため、県外の観光客が行く場合はレンタカーを使うことが多い。移動時間は高速道路を使った場合で片道約2時間必要であるため、滞在期間のうち丸1日を チュラウミ水族館とその周辺の観光に充てる必要がある。定期観光バスを使用したツアーでも丸1日必要。本土からの日帰りは困難である。水族館内には、水量7500立方メートルの世界最大級の大水槽、黒潮の海を設置するほか、総展示総数は77層。沖縄の海との出会いをコンセプトに、伊能、参御章。 黒潮の海、深海と様々な海の生物を紹介している。中でも、世界で初めて長期飼育に成功したジンベイザメや南洋マンタが人気の展示となっており、ジンベイザメは水族館のキャラクターともなっている。また、サメ博士の部屋では、サメについての様々な知識を学ぶことができるほか、併設されている。 危険ザメの海水槽には沖縄近海にも生息する危険ザメの一種であるオウメジロザメやイタチザメなどのサメ数種類も飼育されている2016年には3.5メートルほどのホホジロザメの制御の飼育展示に成功3日後に死亡した2008年7月末の飼育数は約740種2万千点研究機関としての 新種海洋生物の発見にも貢献している。始末の腰織エビ、新属新種の深海産ゴガニのほか小型潜水艇を使って2004年に石垣島沖で採取して飼育してきたイソギンチャクが新種だったと判明し、チュラウミカワリギンチャクと命名したことを2019年に発表している。水量7500トンの大水槽。 黒潮の海水槽水族館の1階から2階を貫く黒潮の海水槽は長さ35メートル幅27メートル深さ10メートル水量7500立方メートルで世界でも有数の大きさを誇る観客と大水槽を隔てるアクリルパネルは高さ8.2メートル幅22.5メートル厚さ60センチメートルパネル総重量は135トンあり ギネスブック公認の世界最大のアクリルパネルとなっていたが2008年10月にオープンしたドバイ水族館のアクリルパネルに記録を更新された。この黒潮の海水槽には全長8.6メートルものジンベイザメや南洋マンタをはじめサメやエイなど黒潮の多種多様な海遊魚たちが泳いでおり来館者の視界いっぱいに水槽が広がる雄大な光景を見せている。 ジンベイザメは餌を取る際に口を水面に向け垂直の姿勢を取るが成熟すれば全長9メートルに達すると言われる。ジンベイザメの尾が皆底を擦らないように水槽の深さは10メートルとされたのである。ジンベイザメ以外でも様々な試みがされており、世界初となるオニートマキエヒメートマキエの生態展示や世界で、 唯一の飼育下での南洋ンタの繁殖成功など、様々な結果を残している。この大水槽では、休時解説が行われるほか、上部から水槽を観察する、黒潮探検や水槽に隣接した、カフェ、オーシャンブルーなどもあり、沖縄チュラ海水族館のハイライトとなっている。海洋博公園内に、沖ちゃん劇場や、イルカラグーン、マナティー館、ウミガメ館がある。 無料施設で、バンドウイルカ、南バンドウイルカ、オキゴンドウ、カマイルカ、シワハイルカのショーや飼育を見学することができる。2005年に病気で、尾びれの大半を失った、バンドウイルカの、富士が、人工の尾びれを付けショーに復活したことが話題となった、ほか、岩沢ルミコによって、もう一度中へのタイトルで書籍化され、2007年に、これを原作として、映画、 ドルフィンブルー富士、もう一度中へ、が制作されたほか、2007年4月時点では、水族観光人のイルカ飼育チームのウェブサイトが、公開されていた。なお、富士は2014年11月1日に死亡している。メキシコ合衆国大統領から贈られたマナティーが、飼育、展示されている。1978年に贈られたオスの、ユカタン。 1997年に送られたメスの、マヤ、オスの、竜の3頭のほか、マナティー館で生まれたメスの、ユマがいる。大米イイ、青ウミガメ、赤ウミガメ、黒ウミガメ、ヒメウミガメの5種類のウミガメを飼育、展示している。水族館本体は新水族館会館に伴い、また、イルカスタジオ、海の保育園及び水族館アーケード部は、コンクリートの劣化等により、 2007年1月末から使用を休止し、すべて撤去されている。前身の国営沖縄記念公園水族館の沖ちゃん劇場沖縄本土復帰記念事業として1975年に本部長で開催された沖縄国際海洋博覧会において海洋生物を展示した沖縄国際海洋博覧会の海洋生物園が出展された。その後、 博覧会跡地に国営沖縄海洋博覧会記念公園を整備するにあたり博覧会施設を受け継いで1979年8月に国営沖縄海洋博記念公園水族館が開館した。開館当時、黒潮の海水槽の水量の1100トンの水槽は世界最大であった。また公園の名称は1987年に 国営沖縄記念公園に改称され、水族館も国営沖縄記念公園水族館に改称された。バブル崩壊後の1991年頃から入館者数が減少し始めたことに加え、短期間の博覧会用に建設した施設のため老朽化が著しくなってきたことから、内閣府沖縄総合事務局が主体となって、 新館を建設し、旧来の水族館を2002年8月31日に閉館。沖縄本土復帰30周年に合わせて、同年11月1日に新館を開館させた。同時に現名称に解消された。管理運営は、沖縄中島財団が行っている。旧館閉館前の1年間の入館者数は43万人強で、あったが、 新幹会館後の1年間のそれは275万人に激増した。当時は2001年9月11日に発生したアメリカ同時多発テロ事件により在日米軍基地が多い沖縄県が旅行先として敬遠されて観光客数が激減した後2002年11月に中国で発生したサーズにより今度は日本国外への旅行客が沖縄へ 旅行先を振り返ったという観光客の傾向があり、また、ドラマ、チュラさんに代表される、沖縄ブームもあった。2017年度の入館者数は378万4132人。2019年6月29日に、累計入館者数が5000万人に達した。2019年2月、都市再生機構の公演事業が終了することを受けて、運営管理権が、 国から沖縄県へ移管される。2019年度は日韓関係の悪化や2019新型コロナウイルスの影響で沖縄県全体の観光客数が減少。沖縄チラ海水族館の入場者数にも影響があり、年度収入が初めて赤字となった。海洋博公園の入場は無料となっており、 周辺施設の沖ちゃん劇場などの見学に料金はかからない。那覇空港から沖縄自動車道経由で約2時間。那覇空港から約2時間から2時間30分。ありがとうございます。